色使い番長です。お願いします。こんにちは、千葉中さんでございますけどもね。もうスタイリスト歴28年、長い大ベテランの方でございますけども、今回ですね、ご依頼された方も紹介しましょう。こちらでございます。ガラティオート直美さん。これ、綺麗だね。この方、依頼主なんですが、今回改造してほしいのは、このガラティオート気になりますよね。はい、旦那さんが外国人の方で、その方を改造するということでございます。はい、さあ、一体どのように変身したんでしょうか。今日は犬の日でございますから、犬顔の池田くんがポイントやるのものをね。わかんないですね。さあ、ということで、今日もね、スゴンチさんと待ち合わせしてるんですが、さあ、うわ、スゴンチさんのオーラだ。ダブスですね。どうも、こんにちは。うわ、用水力の声、すいません。今回のスゴンチさんは、色使い番長、大内まなみさん。スタイリスト歴28年、広告やテレビなど、数多くのスタイリストを担当。インテリアやフードにも精通し、専門学校の講師としても活躍するスゴンチさんです。今日は秋のレースということで、入ったらちょっと見えないと思うんですけど、後ろを向きます。あら、あれね、セクシー。はい、中に赤い色を合わせまして、柄が際立つように、際立つように赤が入ってますね。はい、生地はあんまり見たことないと。どういう生地なんですか。これは革ですね。革、はい、トラ玉トラ玉でしょうか。レザーレースで言われるんですか。これ見たことない、はい、いや、そのピアノの上にこうかかってるような、いやいや、それこっち側の、ね、裏側ね。そうですね、赤色ね。はい、あ、そうなんですか。大変ですよ。今日も絶好調な池田さんと一緒に、早速お悩み旦那様のお宅へ。横文字です。ガラティオート、ガラティオートさん、今回もね、お悩みの方は海外の方という噂が。あ、どうもこんにちは。あ、こんにちは。どうも。あら、お綺麗な奥様でいらっしゃいますもん。あ、やはり外国の方のお子さんでございます。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。歓迎の踊り。さすが、ありがとう。海外サンバみたいなね。おしゃれで美形揃いの絵に描いたような幸せ親子。しかもご自宅もこんなに素敵。ではどんなお悩みを持っているんでしょうか。旦那さんは、はい、興味がない。はい、あ、どんな服着てもいいみたいな。いつも同じ格好なんですよ。なるほど。紹介していただいてよろしいですか。はい。スティーブン。スティーブン。あ、スティーブン。あ、こんにちは。こんにちは。あ、おい。おしゃれでもないよ。あ、おしゃれでもない。今回のお悩み旦那様は、スティーブ・ガラティオートさん、31歳。8年前にアメリカ・ロサンゼルスから来日。北八尾通りで英会話教室を開いている人気者の先生。6歳年上の奥様とも英会話教室で出会ったそうです。ファッションの方はどうなんですか。実際まだあんまり興味がないです。ない。どれぐらいで、ね、いつもいつもジーンズに対してこのね、無地のポロシャツと、ちょっと元おしゃれ の服あったけど、なんか、ね、よくゲイの人がやっぱナンパされたたまりで。あ、そうなんですか。だからちょっとトラウマがあるみたいな。トラウマがあるんですか。それもそのはず、スティーブさんは身長180センチ、体重90キロの大柄。趣味は筋トレで、昔からこんなにマッチョを鍛えていたんです。しかし、オーバーになりすぎてしまい、なかなか自分に合う服が見つからず、ファッションへの興味
めてパーティーをやるわけですよ、クリスマスとかハロウィンとか、ね、主催して。でも着るものがいつもこれなので、そうですね、なんかちょっとね、おしゃれにできたら主催者がね、なんかスタッフさんというかアルバイトみたいな感じの雰囲気になっちゃいますもんね。英会話教室のパーティーくらいは先生としておしゃれの格好をしてほしい。ちなみにスティーブさんの憧れは、日本で有名なイタリアン、ユネギと、あ、似てる、あの、なんていうの、ジローラモさん、彼とたまりなんかシャツとスーツ、まあ、カジュアルスーツみたいな、ちょっと前の言葉でございます、ちょい悪的な目指すはイタリア風ちょい悪親父、ジローラモさん。ということでやってきたのが名物百貨店メイズタウン。その中で今回選んだお店が、今日はこちらのニュースクエアさんで、ニュースクエア、こちらのお店は東海地方の百貨店の中では大きなサイズが一番たくさん揃っているお店でして、アイテムもスーツからカジュアルまですごく豊富に揃えていらっしゃって、スティーブさん、ちなみにこちらいらっしゃったことありますか？ないですか？初めて。ね、奥さんもこちらのお店知ってました？これを知ってたらね、もう早めに、ね、高級スーツが出ちゃうんですけどね。それではいよいよジローラモショッピングスタート。まずチェックしたのは鮮やかなカラーが揃ったニット。スティーブさん、普段こういったニットみたいなのは普段ではあのないです。ないですね、全然ないですね。ちょっと冬どうしても暗い色が多くなっちゃうと思うんですけど、もうちょっと明るい色のニットとかを着ることですごく華やかにコーディネートができるので、一歩間違えると若すぎる印象になってしまいそうなカラーニット。大人っぽく着なすには、これ中を黒い色とか合わせていただけると写真用で色を入れていくっていうのもすごくいいんじゃないかと思うんですけど、ちょっと手に入れたして、うん、どうですか、すごい素敵じゃない、違う人みたいな、スティーブじゃない、スティーブじゃない、こうやっていただくとピンクでも甘くなりすぎずに、かっこいいクールなお色使いという感じになると思うので、絶対この色私でも選ばないから。そうですよね、うん、そうすごく似合ってると思います。もしかしたら自分の可能性を自分で狭めていたのかもしれません。そうですね。無駄にシリアスな展開になったところで、続いてチェックしたのはこの季節にぴったりのダウンベスト。スティーブさん、一度も挑戦したことないそうですが、スティーブさんの持っているようなお洋服とダウンベストを引っ込ませていただけると素敵なコーディネートになるかなと思ったんですけど、かっこいい、フリルっぽいやつ、こういうボリューム感のあるものはやっぱり背の高くて体のしっかりしていられる方が着られるとお似合いになると思うんですよ。なるほど、あ、すごい、めっちゃいいじゃないですか。ポイントですね。あ、ポイントですか。すいません、失礼します。ちょっとした企画が、もういいよ、巻き込みなくて。
勝負とファッションに全く興味がなかったスティーブさん、果たしてジローラボさんに変身することができたのか。早速登場してもらいましょうか。スティーブさんどうも。渋くてちょい悪なジローラボさん風パパに大変身。縦ラインを強調したジャケットで大柄でもすっきりと、中に落ち着いた花柄を合わせることで大人の色気を演出しました。とても素晴らしい体験ですけど、よりこうスタイリッシュというか、びっくりですね。Steve this. Thanks for coming, guys. Steve さんの変貌ぶりに大騒ぎする皆さん、ここで僕たちがドッキリをネタバラし、ちょっとびっくりされてます。でも本当にカジュアルで、別に出ても欲しい感じはない。